シリフケはトルコメルスイン県の町及びそれを中心とした自治体でありメルスインの西 80km チュクロバ地方の西の端にある町は地中海岸に近くトロス山脈から流れる玉巣川の両岸に広がっている川に沿って豊かな田舎風景が広がっているシリフケはかつてセレウキアードカリカドヌムと呼ばれておりその後キリキアのセレウキア イサウリアのセレウキア、セレウキアトラケア、セレウキアトラケオティスなどの名前で記されてきた。古代都市オルバも現代のシリフケの市域内にある。ギリシャ語での古称はセレウケア、セレフキアである。地区の経済は農業、観光、地区産業に依存している。シリフケの町は海岸沿いの平地にあり、豆類やピーナッツ、ゴマ、バナナ、オレンジ、レモン、メンカ、レンズ豆。 オリーブ、タバコ、果物や野菜の缶詰が生産されている。尻フケでは、肥沃な玉子デルタに水を供給する灌溉計画が進行中である。また、冬の間に、いちごや、その他の野菜、果物のハウス栽培を可能するために、大規模な投資が行われた。尻吹けには製造業もあり、他の都市圏との交通網が発達しており、飲料や化学製品、 衣類、靴、ガラス、プラスチック、陶磁器、織物などが生産されている。尻吹きの夏は長く、暑く晴れ渡っており、冬は短く温暖で晴れている。カルカドヌス川の河口に近いセレウキアは、セレウコス一世によって、紀元前三世紀諸島に築かれ、数あるセレウコスの名を冠する街の一つとなった。この地にはさらに古くからオルバヤヒュリアと呼ばれる都市があり。 セレウコスは、単に、それらの町を統合して、自分の名前を付けただけの可能性もある。町は拡大して、近くの集落ホルミを吸収した。ホルミはかつて、イオニアの植民地として築かれた町であったが、海岸に面していたことから略奪者、海賊の攻撃にさらされ続けていた。川に沿って、内陸側に作られたセレウキアは、海賊の襲撃に強く、より安全であったため、 キリキアの一角を占める港として商業的に発展しタルススと競合するまでになった。キリキアはローマ帝国の領土となりセレウキアには2世紀にユーピテル神殿が建造されて宗教的拠点となった。また哲学や文学の学問書があり商用学派のアテナイウスやクセナルクスが生まれた。紀元後77年にリットルオクタビウスメモルによって 石橋が建造された。紀元後300年頃イサウリアが設置され、そのー都となった。325年、359年、410年に、初期キリスト教の主教らによるセレウキア教会会議が開かれた。セレウキアは、パウロによって改修した聖人、テクラが死去した地であり、その墓は、キリスト教徒たちに崇められ、5世紀の皇帝ゼノンを、 はじめとし、何度か修復が繰り返された。教祖の遺構と聖域は、メリアムリックと呼ばれている。5世紀には、セレウキアに住む帝国の属州総督は、レジオ2イサウラと、レジオ3イサウラの2つのローマ軍団を抱えていた。この頃から後にかけての、キリスト教徒のネクロポリスが、町の西にあり、多くのキリスト教徒の兵士の遺骨が収められている。 アンティオキアのの父愛ピスカッポトゥームによると、6世紀のセレウキア不主教の下には24の補佐主教がいた。705年、セレウキアはイスラム教徒のアラブ人の兵士に占領され、ビサンティン帝国により奪還された。732年、イサウリアのほぼすべての教区がコンスタンディヌーポリ総主教庁の下に組み込まれ、それ以降、地域は、 パンピュリアの名で帝国のの父やえに記されるようになった。レオン6世のの父やえでは、セレウキアには22人の補佐主教がおり、コンスタンティノス7世のものでは23人がいると、された。968年にはアンティオキアは再び、ビサンティン帝国の支配下となり、イサウリア属州とともに、セレウキアは、アンティオキア総主教区の一部となった。 この教区に属する不主教の中には、325年に第一ニカヤ公会議に出席したアガペトゥス、359年のセレウキア教会会議に出席したネオナス、381年にコンスタンティノポリス公会議に出席したシュンポシウス、431年にエフェソス公会議に出席したデクシアヌス、エフェソス強盗会議やカルケドン公会議では、 野心的な権威役を担ったバシル553年に第2コンスタンティノポリス公会議に出席したテオドロス692年に第3コンスタンティノポリス公会議やトレロ教会会議に出席したマクロビウスなどがいた。セレウキアにはその後もカトリック教会の名目上の教区が設定されているが1971年の主教の司教後は空位となっている。 11世紀、町はセルジューク朝に抵抗の末に征服され、1137年にはキリキアアルメニア王国のレボン一世によって包囲された。アルメニアとビザンティン、十字軍、トルコ人による争いが続いたこの間に、町を見下ろした課題に要塞が築かれた。1190年6月10日、第三回十字軍の最中にあった、神聖ローマ帝国のフリードリヒ一世は、 カリカドネス川を越えるのに失敗して落命した。13世紀、セレウキアは西ヨハネ騎士団の支配下となったが、13世紀後半にはトルコ人のカラマノール公国の手に落ち、1471年にゲリクアフメトパシャ将軍の指揮の下オスマン帝国の占領下となった。トルコ共和国成立後、1930年まで、シリフケは、 トルコ共和国のイチェルケンのントであったが、この年の総選挙で野党の自由共和党に票が集まったことへの報復として、メルスインの一部に組み込まれた。旧イチェルケンと旧メルスイン圏は統合されて、イチェルケンとなり、メルスインがケントとされた。2002年にイチェルケンはメルスイン圏へと解消された。多くの古代遺跡が市内に残されている。最も目立つものとして、 町の背後にそびえる岩山に立つ城がある。また、町を取り囲んでいた城壁や岩を掘って作られた水槽、岩の中に築かれた巨大なネクロポリスなどがある。この他に、シリフケ近くの主な見どころには次のようなものがある。シリフケにはトルクメン人のコミュニティがあり、民族音楽や舞踊の伝統が残されている。シリフケのヨーグルトは、 踊り手がヨーグルトを作る動作を踊っている。無発酵パン、バズラマと乾いた、コッテージチーズ、チョケレクや揚げた肉の朝食などがある。ブルグルを使ったものが多い。シリフケヨーグルト祭りが5月に開催される。ありがとうございます。